いよいよ1ヶ月間の練習を経てですね、今日新曲を披露します。無理したくてもできないの、痛すぎて。もう1ヶ月頑張ってきたのに。もう緊急オペに向かいます。これヒゲ隠しじゃないよ、ですね。ゴリエ、沖縄、取らないで。これメイクっていうのも油絵やね、油絵。油絵の時間。昨日ゴリさんと撮影したんですよね。元気だったゴリちゃん。あ、元気でしたね。でも、同じとこ怪我されてましたけど。そうなの？はい。偶然ね。連絡取ってるんですか？たまに、やぶみで。矢が飛んできたらその手紙読んでるって感じ。ああ、そう。元気なんだ。今日はどういうお仕事ですか？プロバスケットボールリーグの、アルバルク東京さんから、ハーフタイムショー、ゴリちゃん踊ってっていうオファーで。しかも、初めて新曲披露するの。さっきリハーサルやったじゃないですか。カメラ多すぎて、YouTube の居場所ありません。さっき無理して踊ってすっごい油汗出てたの知らないでしょ、遠いから、はい、やっちゃったの今日。え？フジテレビ入って、はい、メイクしてもらってトイレ行こうって立ち上がっただけで腰がギクって。あれ？ボキギク。今ぎっくり腰なの。え？痛くない？本番まであと2時間とか？針治療かなんかでごまかすか。やばいよ、本当どうしよう。みんなに迷惑かけるから。だってスタッフも今日の日をすごく楽しみにしてずっとアルバルクさんとやり取りして、スタッフもみんな用意してんの。はいはい。台無しよ。グキってなって舞台上でうずくまったら。明日お仕事大丈夫なんですか？またね、明日神様がうまいこと休みにしてんの。あ、じゃあ今日腰砕けても大丈夫ですね。そういうこと。本当砕けてもいいんだけど、踊ってる最中にしゃがみ込みたくないの。そうですね。本当に痛いから。無理したくてもできないの。痛すぎて。もう本当嫌なんだけど、なったらどうしよう。もう1ヶ月頑張ってきたのにもう。ゴリエちゃんの保険証ってあるんですか？あります。あるんですか？どこ行くんですか？緊急の針治療に行ってきます。とにかくちょっと泣くんだろうね。急遽ハイエースを出してもらって緊急オペに向かいます。先生もびっくりしますよね。急にゴリエちゃん。本当だ、どうしよう。絶対針の先生これ来たら驚くよね。どうしよう。はい、あ、ね、いっぱいいますから吉本所属の芸人さんって。追い出されたらどうしよう。なんかそういうなんか ふざける感じはあった。ダメですよ。確かにカメラ全然ふざけてないんです。カメラ入ってるし。体温めて筋肉柔らかくして、もう本番は壊れてもいいように踊り尽くして、帰りは足引きずって歩けばいいと思ってます。ミャオミャーミャオ。すみません。こんにちは。ゴリエと申します。ゴリエでも大丈夫ですか？大丈夫です。まさかです。先生受けてます。先生受けてます。ゴリエがしました。来るとは思わないですね。そうですね。ぎっくりやってしまいました。いや、でも受かりました。これめくっちゃいますね。よし。この針を今からゴリエちゃんに刺すそうです。どうですか？もうなるようにしかならないので、先生とのこういうのも出会いだと思うので。そうですね。はい、始まります。先生喋ってる途中だ。いきます。刺しますね。はい、ああ、これやばいな。ああ、来てる。大丈夫ですか、この響く感じは。はい、針は慣れてます。うん。先生。
生うまい。大丈夫ですか。ちょっと先生のテクニックうまい。奥までぐーっと刺していって、はい、捉えるのが本当に痛いけど、針をいろんなとこ行ってると、はい、こう本当にこう痛いところに届いてくれない先生もいる。あ、先生はちゃんとこうビクンビクン言わせるよくないな。もう寄せてますね。全部そう聞こえるな。じゃああと10分ですね。10分ですか。はい。さばく前の魚ってこんなに。あれちょっと元気になってきてるぞ。あれボケる元気が出てきてます。まあでもあんま見ないゴレイちゃんのセクシーショットですね、これは。ゴレイさん、大丈夫？疲れがピークに来て寝てた。あれ寝てますか。助かります先生、本当に無理ってすいませんでした。とてもです。突然ゴリエが現れてすいませんでした。でもあの今日うちちょうど7周年の日だったんで、すごくなんか縁を感じます。最後写真一枚撮れませんか。ありがとうございます。切りますか。体勢体勢体勢、ゆっくり。あれ記念撮影します。多分あのさっきより絶対マシになってます。先生ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。じゃあ戻ります。時間ないですよ。オッケー。先生本当ありがとうございました。はい、どんどん頑張ってください。どうでした針治療は。いや、あの良くなってると思う。多分まだ分かんない、踊らない。ただもう今もうこの車内の中からでももう柔軟始めて筋肉をほぐしていっとかないと間に合わない、ね、時間ないから。もう無理して間来させてもらったから。今はプロフェッショナルみたいな感じですけど、だってこの日のためにどれだけの人数が動いたか、それをぎっくり腰になりました。パフォーマンス半減でしたなんてもとてもじゃないけど 100% のパフォーマンスミスだなんて。さあここからゆっくりねストレッチして、で動いていて体温めて、その状態で本番。僕らお弁当食べてていいですか。お前回せよ。大丈夫、はい、あ、定点で置いておきます。定点ずれたどうすってん。あ、ごめんなさい、10分前です。来た、もうすぐです。怖い、どうしよう、怖い。何ですか。ギクってきたら踊りが止まってしまいそうで、体はもう後期高齢者。いよいよ、1ヶ月間の、練習を経てですね、今日新曲を披露します。アルバルク東京さんがハーフタイムショーに呼んでくださって、本当は、緊張とワクワクのつもりだったんですけど、今はもう腰痛大丈夫かなの一択です。もうその心配の。ある意味逆に緊張してないです。ビキってきたらどうしようしか考えてない。ただもうやるだけやるので、皆さんにご理由から言えることは、あのストレッチ大事ってこと。毎日も、はい、そう。何か運動するときに、いっか今日はと思って無理しちゃったら、やっぱり疲れが溜まって何日後かにこうなるから。じゃあ本番楽しみにします。あの、okay. YouTube のカメラ、あのギリギリまで行けるとこまで行きます。そうね、立場的に一番弱いもんね。いよいよ始まるから見てな。負けられないけどね。ママに負けられないけど、サブちゃんに負けられないけど、私も負けません。負けられないけどね。緊張しますね。でもこの日のために頑張ったので、全てを出し尽くす。なんか結局最後の練習まで失敗してたね。ねえやめてよ、マラソンの。
えー、そうなの？楽しいじゃん、楽しいじゃん、これがバラエティーじゃん。ママ大学、これがバラエティー、自信なくなったじゃん今。できる、ネイはできる、ネイできるよ。できます、できます。ネイはママの子、できない、できない、ママの子できる。どうしよう、できる。やっぱなっちゃった。パワーあげる、いくよ。パワー、ひりくんじゃん。人のネタじゃん。筋肉ありがとう、ありがとう、えいえい、まもなく、うん、もうお客さんの熱気がすごい、興奮してくる、興奮してる、うん、あのなんかこの熱気で乗り切れそうな気がしてきた。本当ですか？うん、なんかみんながなんか腰を治癒してくれてるような感じがする。なんか変なスイッチ入るのみんな、わかるわかる、ほらもうやばいもん、やばいっすか、うん、ほら、そうそう、ああやっておかしくなるの、あの子。緊張から来るテンション。まあまあまあ頑張る、まあペコリない頑張る、ママペコリない、集中してるから、振りに集中してるからもう邪魔しないで、ママ頑張る、あの子うるさい、パワー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 、筋肉ありがとう。もう仕方ない、ここまで来た。やっぱね、ずっと今も踊りながら急にビキって来るの怖がってんの、いつ来るかなって、それ考えてんのが嫌だ。もういい、もういい、もう本番はやろう。 OK、 じゃあ行ってくる、後でね、楽しもう、楽しもう、えい、案内の中道から呼ばれたゴリエちゃんです。これ本当は言っていいのかな、まあどっちにしろオンエアで明らかになるから言っちゃうけど、田中選手がゴリエのこの G カップの胸をダブルドリブルしました。20ポイント入ります、20ポイント入ります。なのでゴリエたち新曲を出すので、それを初めてここで披露してもいいですか。ゴリエと一緒に歌って踊ってくれる2人のメンバーと、そしてバックダンサーを紹介したいと思います。1人は丸山礼ちゃん、そしてもう1人は桜井美里ちゃん、そしてバックダンサーはなんと世界のチアリーダーチームでございます。プラネットのみんな、カモン、来たよ、みんな来たよ。腰持ったね。ゴリエさん。え？ゴリエさん、ゴリエさん。何？ゴリエさんって言ったね。まだなんだ。危なかった。よかった。腰持ってよかった。本当に怖かったんだから。たくさんの人たちが関わってる大きなイベントの足を引っ張るっていうの怖いね。でもよかったね。うまいこと。いや、よかったです。本当に。ただ2回だけ間違えた。え？振り2回だけ間違えた。どうやってごまかしたんでしたっけ？こう。
ちょっとこうオラウタンっぽくごまかして急に急にこっからつなげていくっていう。ああなるほどですね、うん、オラウタマジック。まあでもあの YouTube でもこれ今日一日密着してるんで、うん、見てる人たちにコメントもらっていって。基本的に針治療じゃろが面白がりやがってこっちが苦しんでんのに。はい、こっちが苦しんでんのにケタ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 笑って。いやいやいや笑ってない笑ってない、全然笑ってないですよ。でも本当にご家が来てもね、丁寧に対応してくれた先生のおかげもあるよ。はい、はい、じゃあ先生に感謝のコメントお願いします。先生針ありがとう本当に乗り切れたよ先生、ありがとうね。急に来てごめんね、助かりました。おかげで踊り切りましたペコリ。これからも毎週金曜日フジテレビ24時55分からゴリエと申しますという番組やってますので、よかったらチェック、もしくは見逃したら TVer でご覧くださいということで、バイバイ。あ、違います違います。え、だってゴリエだよ最後の。いやいや喜びだけど。そんなんだったっけ、はい、急に言ってない。喜びで終わってました。あ、オッケー、じゃあ行くね、はい、じゃああのみんながいつも YouTube 見てくれて喜び。体育館だからすっごい響いた。